って私さもう最悪ねちょっと待って聞いて、私さっきさこれ反転してたからやり直したの、このショールームの画面見ながらやり直したの、もうまたやり直したのに、やり直したのに間違ってんの、もうなんか最悪、もう何もやりたい、もうちぎろうかなあれ。あらやん4周年とはありがとうございます、みさん4周年とはありがとうございます。もうなんでさっきやり直したのにこれだるっ。違う違う、判定になるっていうのを、判定ならないよって聞いたからやり直したの、10分ぐらいかけて、だるっやんなきゃよかったもんこんなのだるっ。何そもそも4のさ向きは合ってんの、そのなんていうの、数字自体は合ってんの、もう数字のその向きすらも間違ってんだ、文字も間違ってるし並びも間違ってるってことね。もうやんなきゃよかった、なんかもうムカつく、クソがこんなに頑張ってやったのに、私これ10分ぐらいかけたんだよマジでリアルに。もう誰クソがムカつく、私これめっちゃ頑張ったよ本当に、ちょっとこれはマジで悪意しかない、やんなってきたもん本当になんでこんなに頑張ったのに、もう自分を信じればよかった、このショールームの映ってる画面を信じなきゃよかった、よいしょ、こうで合ってるってことでしょ、これで合ってるってこと、合ってる、すごいもう何なのマジで、こんなに頑張ったのに、もうちょっと簡単な方法を見つけたから、それをつける、だからこれでいいってことだよね、あちょっと高かった、もう次は高いし、ちょっと十分頑張ってる私は。あワイ、次ワイ出てきて。よいしょ。こんな頑張って作ったのに。こんな裏側配信、こんな裏側見ることある、合ってるよね、これ合ってるよね、これで合ってなかったらもう私も無理だよ配信終わります、終わります、でも R あれだな、これシール貼っちゃったな、
もう目的も剥がれたわ、綺麗に。できたんじゃね。よいしょ。できたんじゃね。いやー、オッケー、これでしょ。はあ、もう疲れた。え、今日って記念配信だよね。こんな初っ端から体力つくことある？配信で。あ、でもなんかちょっと見て、ほら画面が明るいから、顔が明るいよ。ラフな格好だって今日リハやってたんだもん。どう？演歌さん4周年とはありがとうございます。今日ちょっとだからあれだね、背景が明るいからすっぴんでもちょっとだけ大丈夫かも。とりあえず4周年皆様ありがとうございます。リハの終わりに、だってちゃんと前髪洗ったもん、このために4周年ありがとうございます。いきます。音だけだこれ。もう、え、うわ、ちょっと待って、これせこくない？あ、え、あ、待って、ちょ待って待って、いやこれさ見て、ほらチラクラナイミックスって書いてるから、なんやねんって思ったの。そしたらね、あれだった、音だけが3つとキラキラが離れないやつと紙テープが離れないやつ入ってる。キラキラがいいでしょ、そんなのキラキラに決まってんじゃん。キラキラにしちゃうよ。これメタルポップだね。これするよ。ちゃんとみんな動画撮っといてね。画面録画しといて。100均、そう、100均。いきまーす。ショールーム4年。あ、でもこれ甘いか。ショールーム4年記念。ありがとうございまーす。いや、うるせえ。くせっ、イエーイ。ありがとうございます。まあまだ経ってないんですけど、15分、まあいっぱい、あと5個ぐらいクラッカーあるんで、イエーイ、頑張りました。偉すぎさあ、ちょっとマジこれ以外何も考えてない。ただご飯買ってきたぐらい。てんてこちゃん4周年とはありがとうございます。ごめんね、さっきクラッカーのくだりで投げてくれたから。はーい、って感じですね。はい、あとはご飯を食べるぐらいしか考えてません。ご飯とケーキがあるぐらいかな。
あ、そう、昨日ね、あの配信してお風呂さっさと入った後、そう、あのコナンの最速上映っていうのに初めて行ってきたんですよ。そうそう、もう12時から始まるやつに行ってきました。私は面白かったですよ。もうめっちゃ必死にもうあのうわーって押して頑張って、そう、撮りました最速を。で今回行けました、最速上映、嬉しい。ネタバラせんよ私はネタバラせんからね、偉いから。そう、でもすごい面白かったです本当に。今日は自分の誕生日、おめでとうございます、のりあきさんね。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデービーアのりあきさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。誰だ、まさみやさんも、まさみやさん4周年タワーありがとうございます、イエーイ。リハが何もなかったらね、リハとか何もなかったらちゃんとメイクもしていろいろ配信できるんですけど。タモちゃん、おみくじありがとうございます。てか今日マジでご飯の準備何もしてない。買ってきたのは買ってきたけどマジで何もしてない、本当に。まだ冷蔵庫の中。今日はお刺身と鶏刺しを食べます。どっちも刺身か。そう、お刺身切りに行こうかな、じゃあ今からちょっと待って、あの自分で切ろうと思ってもそっちの方が安かったから切るタイプの方買ってきたんですよ。よいしょ、どうしようかな、一旦こっちに移すかな、記念配信なのに。でもリナがお魚釣ってるとこみんな見たいよね。そうだよね、うんうん、ちょっと待ってよ。じゃあ釣ってください。よいしょ、ね、豪華にいっぱい買ってきました、うん、買いました、いっぱい買ってきたの。こういう時ぐらいさ、ちょっと贅沢したいじゃない。こうやっていっぱい買ってきました。大トロじゃない、私あんまりねマグロ系得意じゃないんだよね。しかもでもね、あの安くなってるやつばっかり買って、サーモンとブリとヒラマサ、ブリとヒラマサってなあるよね、なんでだろう、なんかバンされるようなことしてないもんな私。サーモン今手洗いました、ででん、手洗ったよね、今洗ったね、ちょっとめんどくさいからも適当に切っちゃおう。あ、でそうだ、サーモンはね、あのね、アボカド買ったからアボカドと一緒にねあれしようと思ってたんだ。あのなんかあれしようと思って、とりあえずなんか 2,3 枚だけ刺身にしよう。アボカドサーモン、今日はさ金曜ロードショーがコナンらしくてちょっとそれ見たいんだよね美味しそう、ブリやばすぎ、こんなん絶対うまいよ。
っともう美味しければいいからちょっと切り方適当でいいか。やばいね、めちゃくちゃ美味しそうこれ。油がすごい。うわ、これ待って、しゃぶしゃぶとかにしたら絶対うまいじゃんって私は思ったよ。しゃぶしゃぶにしたらやばいぞマジで。根性のフィスト、え、めっちゃ見たい。根性のフィスト好きよ私。このまあ養殖だからアニサキスがいないことを願って、まあアニサキスいてもまあ食べればいいか。噛めば死ぬでしょ。明日私2部からだよね、福岡と一緒で。休みとかやめてよ、栗山里奈はアニサキスによりお腹を壊しております。そのため現地でのお話し会を欠席させていただくことになりました。でもそれは私が悪いんじゃなくて、そうアニサキスが悪いんだからアニサキスに文句言ってよ。だとしたら私だって嫌だよ、アニサキスの食べたくないけどさ。めちゃくちゃ嫌だけどね、アニサキス食べるなんてマジで。彩りがなさすぎる。はい、こちらヒラマサになります。こちらちょっとのサーモンとブリになります。サーモンアボカド、大好き。あんなに食わず嫌いだったのにね、こんな好きになると思わなかったね。恋愛みたいだねこんなに好きになると思わなかった。あんなに嫌いだったアボカドのことが。私のバカバカ、恋はマイナスから入った方がプラスになりやすいって言いますから、最初の印象が悪い方がなんかいいらしいよ。だからみんなもしかしたら身近にいる子、あんまり印象良くない人がね、実は将来のあのなんていうの、相手だったりするかもね。うん、これ何かけようかな、ユッケ風にしようかな。
悪い方がいいっていうかさ、なんか言わないそういうなんか例えばそのヤンキーがさ、あの子犬をなんか雨の日に助けてたとかの方がさ、なんか普通の優等生が助けてるのもまあ確かにそれはいいけどさ、なんかそういうイメージあるじゃん漫画とかでさ、ちょっとそういうなんか悪がさいいことをした方がなんかこうプラスになってる感というか、なんかね言いたいことわかる。そうそう、なんか意外な一面みたいな、ふーんいいとこあんじゃんみたいな感じで、まあなイメージが勝手にあった。あ、いやすごい音がすごい、やめてほしい。決して私じゃありません今も。あれ作ってからかけて混ぜればよかった。申し訳ないけど白身の使い道があまりにもなすすぎるから今日はごめんなさい。もういいね、おいしそう。じゃんで、ちょっと待ってよ、こっちの準備してくる。ちょっと見づらいね、4年目が。じゃあいただきます、食べます。そうだ、せっかくだからストーリーにも載せとこうかな。TikTok じゃなくて間違った、インスタが加納姉妹は本当の双子では姉妹ではないって言ってた。誰かちょっと撮って、てかなんでこんなあれなんだろう、角度があれになっちゃったんだろう、さっきまでちゃんと見えてたのに。こうしたらいいか、ちょっと下からになるとダメだな、それはそれで。
前に来た方がいいのか、これが、まあ、そんなことない、これか、はい、今載せて、みんなちゃんやかなんかで送って、一番上手に撮れてる人の使うから、載せた誰か、ちなみに今使いたいんだいただきます、私食べながら、マッキーうまっ、ユッキうますぎ、もう乗せてるのがあれだから、もうこれ使おう乗せてる人が今んとこ一人なので、一応ファンの人の名前も隠しつつ、隠れたかな、まあちょっと隠れてないけど、まあいいか、オッケー、食べていくよ、ご飯を、米食べられないの結構きついんだよな、米食べたいんだよ、米食べてないんだよな、おいしい、ナイスサーモン、これはこっちはブリかな、うん、うん、うん、やば、油すごいな、思ったらしそう、うん、こっち平間さん、わさびダメなんだっけ、いやダメじゃないけど別にいらないかなって感じ、しゅんくん4周年タワーありがとうございます、うん、ヒラマサの方が油がやっぱ少なめだから食べやすい、AKB って、そうですね、 M ステ何時だっけ、8時台だよね多分、うん、うん、なんかさ、ストーリーにさ、コナンの最速上映行ってきましたって言ったらさ、意外と、いいなって言ってるファンの人いて意外だった、みんなもコナンやっぱ好きなんだね、ライブを買ってしまって仕事で間に合わないからね、
か。そうなの？それは悲しいんだが。通知来てなかった。なんか去年のか今年のかどっちが面白いかって言われたら、私は去年のが好きだったけど、もうひじりはもう圧倒的今年のみたいな感じだった。いや、そもそも私ね、黒の組織が関わってくる系が好きなのに気づいた。がっつり絡んでくる系っていうの、去年も見てない人には申し訳ないんだけど、そろそろ見てるっていう気持ちなんだけど、去年のはもはやもう黒の組織半分みたいな感じだったから出てるの。でそういう系のが好きかも。卵うまいな。だからあの危ない、漆黒のナイトメアとかの辺も好き。まあそうね、ヒジンの推しがそもそもカズハちゃんっていうのは大きいかもね。もう今回はね、予告でもヘイジ君ですと思うけど、ヘイジ君とヘイジ君の回ですから、と怪盗キッドの回。いや去年のはマジで愛ちゃんが可愛すぎた。あれはやばい、愛ちゃんのガチ恋増えちゃうよ。文章最後に丸があると冷たい。まあそうかもね、毎回損害額マジでそう、本当にそれは超気になるよね。言われてみればちゃんと気になるわ。醤油つけてるよ。あともう一種類あれがあります。私には鶏のたたきがあります。今日はもうご飯食べられないし、でも周年だし、ニンニクいっぱい入れちゃうもんね。全部入れちゃうんだから、みんな明日私の口が臭いって苦情入れないでね。全部ニンニク入れちゃうんだから。キャー、おいしそう。むしろニンニク足してもいいぐらいだ。大好き。そうだね、みんなマスクしてるから大丈夫か。うわ、おいしそう。関東の人って鶏刺しほとんど食べたことないの？関西の方もかな。なんか九州がさ、鶏刺し食べれるっていうじゃないか。いただきます。鶏刺し毎日食べてほしい。てかスーパーとかにも売ってるもん。え、これって当たるのかな。私これで当たったことないんだけどさ、さすがに当たんない。わ、うまっ。んで醤油ついてるし、付属肉の中に紛れてた。まるで、まあ、うちの醤油美味しいからいいんだけど。
うまい。これは優勝だ。まあごめんね、もし当たって明日カンピロバクターにかかってたら。栗山里奈はカンピロバクターにかかるやられているため本日の握手は欠席させていただきます。うん、でも正直絶対大丈夫だと思うんだけど。うん、食べてみて、ぜひ。大丈夫、そうだよね。なんかカンピロバクターってマジヤバいらしいね。仰天ニュースとかにもなってるしね、よく。うまっ。久しぶりにこんな豪華に食べたな。なるよね、こんだけ原因がさ明確なさメンバーいないよね。でもなんか気をつけないとさ、つくねとかで当たるらしいじゃん。焼き鳥屋さんのその生つくねみたいなので当たることもあるらしいから、みんなも気をつけてね、焼き鳥屋さん行く人。生つくね、なんかあるらしいよ。なんか昔それで結構なんか大変な感じの事件になってるの聞いたことあるけど。うん、普通のつくねは大丈夫なんだけどね。なんていうの、生つくねみたいなやつはちょっと危ないかもねっていう。なんで牛は大丈夫なの？あれっけ、表面にしかあれがいないんだっけ。一応配信は何時までかな。でもコナン始まっちゃうよね。おとなしでコナン見ながら9時半ぐらいまでやろうかな。ワンちゃん鳥刺しって本当に好き。鳥刺しってこれ叩きだけどさ、多分イヤホンして配信しても意味ないと思う。多分そっちに音は聞こえると思う。
テレビの音イヤホン繋いだことない。あまりにもうますぎる、ここにあるすべてが。ただうまい具合にどこから手をつけていいかなんかあんま分かんない。全部なんかいい感じの中途半端に余ってるんだよね。エンディングで一番好きなやつ、からくれない。それどっちだっけ、エンディングだっけオープニングだっけ。トゲツキョウみたいなやつ、オープニングはあれが好き。なんかみたいなやつ。こんなのパラパラヒリリが踊ってくれるもん。踊ってって言ったら、うん、カメラこっちだった。こっち向いちゃったと思ったらこっち向いちゃった。半袖寒いな、当たり前。暖房つけよう。ピー、ゴリラモモンガヨッシーさん、おしえしか勝たん、ありがとうございます。今してみるか、またね、またね。I can't stop my love for you はどんなんだっけそれ。私ね、パッて言われてもね、聞いたらね、あ、わかるってなるんだけどね、パッて言われてもわかんないんだよね。結構その歌にまで集中してなかった。でも大体アマプラ飛ばすしね。私が明日か明後日さ、どっちにさ、私がさ、そのめちゃくちゃ自分に似合うって言ってた服を着ようか迷ってるんだけど、もうね、見せたいみんなに、あのどんな服か。え、なんかね、ネットでバズってた服なんだけど、もうすごいよ、なんかね、もうね、超四五デキのなんかエロい秘書みたいな言い方悪いけど言い方悪いけど、マジで、あれ本当に超仕事できるエロい秘書、本当にもうそれだけ。なんて言い表せればいい、わかんない、これが一番最適解。最近っていうか去年の秋頃か冬ぐらい、マジすごいよ。スーツみたいっていうか、なんかね、分類はワンピースみたいな、ワンピースっていうか、まあ下ズボンになってるんだけど、セーター、それ絶対あれやろ、背中がガン開きのやつよ。確かにそれもネットでバズってたまに流れてくるけどさ、でもね、スカートみたいに見えるの、ズボンなんだけどスカートみたいに見える感じになってる。なっちゃん、あのセーター着たらおっぱいなさすぎて、なんか
残念な感じになりそう。だからあれ切れないな。ちょっとその洋服だけちょっと見せたい。私は本当に超超いいから、みんなめっちゃ好きだと思う。これでもベルトこの辺にベルトここに巻いてんだけど、下がほらこんな感じでズボンになってるので、しかもほら見て腕がスケスケの、ここから割れてるからこういう感じになるの。すごいよ、あのね、マジでね、これね、本当に超似合うから。じゃ、D ホリックで調べてみ、D ホリック、なんか黒のやつ。なんていうの、この服。マジで似合うから、これ、本当に。おもろかったもん。試着室で。笑ってしまった、自分で。試着室で自分に似合いすぎて笑ってしまったもん。これすごいよな、超超似合う、マジお楽しみにって感じ。本当に着てるところなんならもう2日間ともこれ着てもいいぐらいの私の気に入り具合。よかったね、現地で見れる人。今年生誕って来てないんだよ。中に何、あれ中に着なくていい。こんな感じ、あのスーツみたいな感じの、もうちょっとこう中見えない感じになってるから、上の方からの。さ、中にいる人しか買えないの。サプライズレーン買いに来ましたみたいな人は入れないの。ああ、そうなの、やっぱ中にいる人しか買えないんだ。うまいだね、明日来れない人。でも私以外の券を買っててね、いける可能性あるけど。撮影会、撮影会さ、みやびとかも最近やってるじゃないですか。あれどんな感じなんだろうね。ポーズ指定とかできるの、こっちから。なんか撮る側がさ、なんかこうこういうポーズしてほしいみたいな。割と緩い。あ、じゃあ割とこう何でもお願いできるっちゃできるみたいな感じなのかな。まあ値段もいい値段するしね、パッて見た感じ。うん、え、撮影会で SNS 経済負荷って何のためにって、え、私もそれ思った。よっぽどなんかドエロいポーズとかしてんのかな。自分の好きなポーズ映え、確かに。なんかその人のあれだね、なんか趣味わかるね、ちょっとやだ。
私はそうだと思ってた。なんかすげえドエロいポーズとかするから、なんかそういうのもあるから掲載不可なのかなって思ったけど、二人だけの秘密にしようねみたいなことかな。どっちなんだろう。でもさ、あれさ1時間でどのくらいなの貸し切りで。だってさ、ワンチャン握手会よりさコスパいいわけじゃん。だって握手会1時間貸し切るってなると、さらにだってそれに写真も撮れるわけじゃん。そうなってくると、まあコスパはいいよねっていう話じゃない、握手会に比べたら。私だったら絶対言うけどね、なんかちょっとエロいポーズさせられたら、うわこういうポーズが好きなんつってうわやだーつって、うわそんな趣味なんだとか言って逆におちょくりまくりそう、めっちゃうわやだーって、うわ最悪とか言って、1時間で28,000円もうファンの人泣くぞ、明日の握手会来るファンの人、28,000円で1時間って、しかも写真も撮れるってなったらもう泣いてまうぞ。泣かないでみんな、みんなのファンの人と言いつつ、みんなこれしかしない、ありがとう、今日も来てくれてありがとう、いっぱい撮っていいよピースだけえ、みんなピース以外受け付けてないよ。しかもあのピースがさ、なんかこうてかさ、なんかこんなんじゃなくて素人ピース、28枚ってやばいね。だって握手で28枚って言ったらさ、何秒じゃない。アプロさん可愛い、ありがとうございます。4分かやば、全く取らず、いやでもいるんじゃない、全く取らず喋るだけって。でもさ、そう考えたらさ、またそう考えたらって変だけど、そう考えたらレンタル彼女って、レンタル彼女ってじゃあさらにコスパ良くなって、一緒にデートできるんでしょ、そのぐらいの値段っていうか、もうちょい高いのかそのぐらいかかんないけど、オプション多分手つなぎとかいろいろあると思うけどさ、そうなったらもうすごくない？レンタル彼女って超いいじゃん。なあちゃんがもし開催したら話の、いや話しかしないよ写真撮らせないから、写真、あの写真不可にするから、 SNS 掲載不可とかじゃなくて写真不可お話書いたのも、もはや写真撮影会じゃないっていう。すごいね、そう考えるとね。写メ会で写メ撮らずに写メ撮る、もうなんかね、写メ会とかでめちゃくちゃ枚数ある人は撮らなくなるもんね、途中から。撮影不可の写真会ってもう何って感じだよね。はめこしにあげてたら撮影会主催してる人がフォローされた。でもさ、絶対にないけどさ、ファンの人が撮った写真によるなんていうの、スタイルブックとかいいかもね。なんか、あ、でもどうなんだろう、ファンの人、でもファンの人って何でも可愛いって思うもんな、逆に。いや、なんか可愛いところを知ってるとかじゃなくてさ、フォトブック、そうね、あのだから写真、あのなんていうの、あの なんていうっけ、あのフォトブックじゃないと、写真集とかだと水着とかになってくるから。
まあでも逆に言うとあれだね、もう何時間かかってもベストショット撮るまで帰らせないからっていうのができるけどね。メカ写真でフォトブック犬ちゃん卒業したらプレゼント、え欲しい、それ私の卒業記念それにして、いつか来る卒業記念はそれにして、じゃああれしてよあの卒業する先輩たちにさ、こうアルバムとか作るときにさ、メッセージの横にさ、メッセージカードと一緒にさ、こうその人との思い出の写真も挟んでんじゃん、ファンの人の写真会の写真さ集めてさ、メッセージの横にファンの人と私のツーショットの写真入れてみてよ写真付きメッセージアルバムみたいなの作ってよもらったらめちゃくちゃ笑うよ私多分でもだからそういうのが作れるぐらいね、一緒に写真撮りに行ける機会があればいいけどね。 BB さんおみくじありがとうございます。ね、なんかそういうのがあったらさ、あれじゃん、何かしらでツーショット撮ったことあるとかだったらね使えるけど、その写真が。4月の生写真あれちょっとなんか変じゃない、ヘッドドレスでかすぎん、あれふう。最近ずっと頭の中にねあれが流れてるよ、ディーナーが In your position set。 昨日までの経験から知識なんて秘密なだけ、風はいつも通り過ぎて後に何も起こさない。わっ、これアニサキスじゃない、ちょっとみんなアニサキスみたいなの見つけたよ、最悪。わ、どこに焼くかアニサキス、どっちか、これ一緒これどこに焼くかアニサキスかどっちかだな。えっ、ぽいやつぽいやつ、え動いてない、動いてない、だって多分切ってるもん、ここにこの細長いヒョロヒョロ、いとこは絶対ないと思うけど。え、きしょ、長っ、え、きしょ、え、長っ、きしょ長っ、え、きしょ、つま入ってなかったもん、今回の刺身。きもっ、今日何先食べたかな、まあ、いっか、でかくね、逆になんか豊作じゃないえ、血管、血管って白いの、長くねやばいやばい、喉が詰まった、アニサキスのせいだ。え、長くねこいつ、世紀の大発見じゃん。とりあえず食べとこ、え、逆に食べる方、アニサキスもっとちっちゃい、え、ツマ、ツマじゃない、だってツマ入ってないもん、あれだもん、これ自分で切るタイプのやつだもん、長っ、え、こんな長いあ、待って、アニサキスってこんな長い、そんなことないよね絶対、これ何、これ神経違くね、こんなえ、こんな長いアニサキスいる、ちなみにこれ養殖です、多分筋かな、いや捨てるけどさ、
これ取っとかないけど確かに。誰か食べてみたい人いる？でもなんかね、顔とか尻尾とかないんだよね。ってことは多分他の方に入ってるってこと。アニサキさん長くて 2,3 絶対違うじゃんじゃんこれ絶対アニサキスじゃないでしょ。 2,3 センチじゃないもん。これだってもう5センチぐらいあるもん。じゃあ神経でした、よかったね。みんなアニサキスじゃなかったらみんな明日お腹壊さないよ多分。バカみたいな顔じゃん。あえー、新種？え？やった、新種。じゃあこれリナサキスにしよう名前。もしこれ新種だったら、え、どうしよう。じゃあ取っとこうかな学会とかに出すために取っとこうかな。リナサキス、ちょっといそうじゃない。リナサキス、大根ない大根だって。だから大根が言ってるけど、あのこれ自分で切るタイプのお刺身だからパックに入った刺身が入ってなかったです。そういうの気になっちゃう。いや私も気になっちゃうよ。なんだろうこれ。 Google ピクセルみたいなのでさ、こう調べたら出てくるかな。まあじゃあ とりあえずバイバイするね。バイバイリナサキス。でも足が、あ、もしあれがそうだったらガチ長いね。長すぎん？ちょっとこれリナサキス入ってたやつだから、ちょっとごめんバイバイ。ちょっと一旦ね。調べたら出てきたやつっぽい。何それ、出てきたやつっぽいって。リナサキスだった。一旦ちょっととりあえずあのこのお腹いっぱい、ガチでお腹いっぱいだから、ちょっと一旦お皿を置いていきます。置いていきます。あとこのリナサキスとバイバイしてくるから、ちょっと待ってて。どこで買った？スーパーです。いいね別に。たかがこれが入ってただけで、そんななんかわわ騒ぐような女じゃねえ。いや、いやけど虫嫌いだけど、特に幼虫系超嫌いだけど仕方ないさ。入ってるかもしれないものを食べたのは私なんだ。もしそうだとしても責める権利はないです。それだけ新鮮ってことだよねポジティブ。どうする、マジでリナ明日さ握手会とかでめっちゃ真っ青な顔でさ、ありがとうとかなってたらどうする私が細さ的にはマジ糸こんにゃくぐらい。リナ今日ありがとう来てくれてとか言いながら、めっちゃ辛そうな顔してたらすっごい真っ青な顔でレーンでさ、誰も並んでない時後ろからこうリナのレーンのさ、リナずっとお腹をせてとかしてたら完全にアニサキスのせいだよ。だとしたらアニサキスです。サプライズレーン、確かにまさにサプライズレーン。そうね、何枚ですっていつもなら嬉しい、いっぱいの数ももう死ぬってブリイトジョウムシ、虫じゃん結局最悪なんだけど、結局虫かよ。何それ食べても大丈夫な虫なの。全然食べたくはないんだけど、食べても大丈夫かどうかだけとりあえず聞いてもいいかないや、めちゃくちゃ食べたくはないんだけど、一応さ、ここ食べてもいいものなのかどうかちょっと気になるじゃん。でも色違うんでしょ。食べない方がいい。いや、そりゃそう。そりゃそうなんよ。
あの大丈夫かどうかだけ聞いとこうかなと思って。食べちゃダメなのは承知。人には無害で寄生しているブリを食べても問題ありません。ああ、嬉しくはないけど、まあ嬉しいうん、全然嬉しくはないけど、まあ嬉しいのかもしれない。ギリ嬉しいぐらい。ポン酢はかけません。ケーキいつ食べようかな。今日何のケーキにしたでしょう。食べない方が良くない。あ、そんなことある。何のケーキでしょう。完璧に当たったら、その、あのケーキの名前完璧に当てたらピースしてあげる弱っちい。 ピースしてあげる。ちなみに今回はあそこで買いました。富士屋で買いました。当たったらピースね。気まぐれシェフのいちごショートケーキ、ちょっとありそうなのやめて。貼っとるってなかった。今回は一応ダイエット中ということもあり、一切れだけ買ってきました。ミルフィーユちょっと迷った。ペコちゃんケーキもちょっと気になってる。あの丸いやつでしょ。あ、ミルキーロールか。アニサキス違います。はい、デキンです。アニサキスケーキって言ったらデキンです。春いちごの、それも迷った。美味しそうだった、めっちゃ。今が時だ。桜咲くいちごの、それめっちゃ迷った、マジで超迷った。それ一番迷った。なんなら正解は、あ、これ破れるのかな。あ、待って、全然破れなかった。ちゃんとこれスプーンつけてくれてはないかん。ホワイト生チョコケーキ、ホワイトチョコ生ケーキめっちゃ迷いました。はい、正解はこちら、プレミアム生チョコケーキ。プレミアムですよ。キャン、美味しそう。てかこれ食べたことあるんだよ。これ美味しいんだよ、この味。いちごの普通のショートケーキと迷ったけどさ、なんか今日どうしてもチョコ食べたくて。でもね、安くなってた。いただきます。うまいんだよ、これ。夕方行くと安くなってるよ。これ富士屋で買いました。
意気込み4周年タワーありがとうございます。全然ケーキと写真とか撮ってないけどいいかな。まあいいよね、ちゃんと今度すればいいもんね。私さ、たまにさインスタとかのリールで回ってくるさ、おすすめとかで回ってくるさ、あのウェディングケーキをさでっかいスプーンで食べさせるやつ、私あれしたいんだよ。あれなんか良くない？待って、裏めっちゃ集合体恐怖症なんだけど、裏ボツボツなんだけどあれめっちゃしたい、あれ憧れるんだよね。だから私と結婚したい人、口大きく開ける準備しとき、顎関節症とりあえず直しな。メルコさん4周年タワーありがとうございます。そうね、ピナに見せたら怒られるよね。結婚式豪華にしたい人、どうなんだろうね、どのレベルが豪華って言うんだろうね。その辺難しいよね。でも呼ぶ友達いるかな、私。いやなんかさ、高校の友達とかさ、もう全然連絡取ってない人ばっかりだからさ、何人かやっぱ今でもご飯たまに行ったりするけどさ、私あれする、あの上からワイヤーで降りてくる、え、なんていうの、フライング、大島優子さんが卒業コンサートでやってたみたいな、あれするあれで降りてくる、今日はみんな来てくれてありがとうって言いながら、どう、かっこいいでしょ。なんか差し子供やってたんだっけ。なんか友人代表発ってどのレベルの友人がすればいいの？だって今だったら絶対いおりとかじゃん。でもさ、小学校からではないじゃん、いおりってさ。オタク代表のスピーチ、オタク代表スピーチ誰がやるの？
泣きながらちゃんと話すんだよ。なちゃんとは何月何日なんとか公園で出会いました。そうね、じゃあ TO に頼もうかな。ゆりちゃん職場で、確かに職場代表だね。それでいうとガチ友人代表いないかも、ちっちゃい時からの。栗山には結婚式実行委員会委員長、めっちゃ私ケチつけるよ多分。ここはペンライトハートの演出にして、ファンの人泣いちゃうよ。私のファンの人、なちゃんのガチ恋のファンの人たちも、俺の俺のなちゃんが、生誕以上のフラスト、生誕以上ってかあれだよ、もうその新郎新婦が座ってるあの台のとこの花全部頼むから。ファンの人ガチ恋系多分いるよ、私のファンの人、ガチ恋の人はーい言い出しづらすぎる。絶対違うでしょみたいな人が何人か、はいはいって言ってる。で待って、ストップ、待って、私明日の時間確認してない。明日何時、いつもぶっ倒れそうって言う時に頭の中にぶっ倒れるものが流れる。はいや、明日早っ、うそやろ、ガチぶっ倒れるものなんだけど、ぶっ倒れる生まれ全力だ、しのごの言わずについてこい。これしのごの言うわ、そのレベルだわ、やばすぎマジで。やばい、これはすごすぎる、サプライズ。手作り全然できてないよ、ご主義8万ぐらい、ダメ、偶数ダメ。私もだから本当は参りしたかったよ。ケンちゃんガチ超えてるお姉ちゃんみたいな感じ、本当ありがとうございます。パッキングしながら徹夜で弾く、いや本当にプレゼンはあるのかな、今回2日間とも。まあでもどっちもはなくても片方ぐらいはありそうだよね。新幹線無事に行けることを願ってます。誰かファンの人、近くに住んでる人いないの、同じ方面とか。偶数、え、なんか日本では偶数だと割り切れるからあんま良くないっていうよ。ダメではないけど、偶数だとなんか割り切れる、割るみたいな、縁が切れるじゃないけど。そうそうそう、台湾は逆にそっちの方がいいんだ。お札の数を記載せば大丈夫。あ、そうなの。でもむずくね、偶数のお金であれにするってさ。2000円、6000円、8000円、これだ、2000円札とか使うしかない。2000円札と1000円札何枚かとかでいくしかない。8は末広がりなんで。あ、そうなの、 OK なんだ。あ、無限みたいな感じか。
明日アウェーでジェフ千葉戦です。千葉か、8違いはダメ。じゃあ始まんで、皆さんお願いします。クラウドファンディングと一緒で高ければ高いほどなんかリナから返礼品が返ってきますから。チェキプレゼント返礼品チェキ、ウェディングドレスのチェキ。要するでも100万だったら許すでしょ。うん、別にいいよ。写真入り皿嫌でしょ。リナと旦那さんが乗ってる写真の皿嫌でしょ。ファンの人だったら詐称力は立候補しないの。めっちゃ迷ってるんだよねそれ白い光の中に山並みは燃えて、遥かな空の果てまでも君は飛び立つ。限りなく青い空に心震わせ、自由をかける通りを振り返ることもせず。そう、まだ立候補はできます。今あったのただ出る中間みたいな感じだから。勇気を翼に込めて希望の風に乗り、この広い大空に夢を託して。私アルトです気を翼に込めて希望の風に乗り、この広い大空に夢を託して、今別れの時飛び立とう未来信じて。コナン始まる、いやそうなんだよ、コナン始まるんだよ。てかみんなだと寂しいかなと思って。あや出てきた。え、あやさん M ステじゃない。時代をちょっぴと先取るぞ、ファッション雑誌を開くのじゃ。なんだっけ、そのなんか迷うわの音程。セクシーなのキュートなのどっちが好きなの順調な乙女心。リノちゃんの曲、リノちゃんの曲ではないけど、ドッキドキラブメール、どんな曲それが。これあ、違う、それねえか。ねえねえ、今から荷造り配信してもいいけどな、だから下着とか映り込んだら嫌だもんな、恥ずかしい恥ずかしいってか、いや恥ずかしさはそこまでないんだけど、言うてなんかね、嫌だよね嫌だ、何なんだよね、私おかしいんだよその辺の、なんかあんま恥ずかしいとかそこまでない。だって本体じゃないしとか思っちゃうんだよね違う恥ずかしいよそんな、な見せびらかさない、それイエーイって書いて、その見せびらかしたりはしないけど、でもなんていうの、そのさ本体じゃないから別にそれを見られたとて、しかもだってさ、なんていうの、オートクチュールとかじゃないわけじゃん。だから別にさ、正直だってそのさ、そういうお店に行ったらさ見えるじゃん。ファンの人だったら別にさ
見たくなくても別に見えるもんじゃん。お店に並んでるからさ。だし別に自分だけのものでもないから。そうそう、どんな趣味がバレるのか嫌だね。確かにそれはそういうのが嫌だかも。え、なんかクリナちゃん意外と可愛いのが好きなんだとかそれは嫌だ。それは恥ずかしい。なんかただその別に見られるとかチラッと映っちゃったとか別に見られるとかぐらいなら別になんか大してそこまでなんか最悪とかないけど、そうね、趣味バレるの嫌だね。なんか意外と白とかつけるんだ言われてそれ無理だなちょっとそれは無理かも。白とかつけないしね。お店だと人のは違う的な、うん、まあでもそうね、それは違うのは違うだろうけど、でもなんかやっぱこうさ、なんかちょっとこう気持ち的にというかさ、わ今日シャンプーちっちゃいの買ってくればよかった、え、これでもこの前買ったか、バレたくないでしょ。別にバレたとってじゃない、たかが色ぐらい。だってみんな今パンツ何色履いてんのって言ったら答えるでしょ。黒とかコーンとか言うでしょ。やべ、コナンが始まってしまった。まあいいよ、ピスト見たことあるし、最後のめっちゃいいシーンだけ見るから。恥ずかしくて答えない。何が恥ずかしいねん。赤でもダメだ、私も思っちゃうもん。なんか意外と派手そうなの履いてんだねとか思っちゃうもんな、ね、絶対みんな今ズボンこうやってピラッとしたでしょ。どうせみんな今こうやってズボン引っ張って見たでしょ。なんかなんで私のファンの人ピンクが多いの。ピンクばっかじゃん。カラフルとかじゃないの、ピンクばっかなのよ私のファンの人。なんでだよ。いいけど別にピンクダメじゃないけど、ピンクばっかじゃん。ドラえもんって、え、やだ、お子ちゃま。なんかみんなあれだもん、カルバンクラインとかがなんかいいらしいじゃん。カルバンクラインちょっとこうズボンのさ上からなんかちょっと見せるみたいなのがさ、なんか一時期ちょっと流行ったじゃん。なんかあれだけど、いちごいちごパンツ少女漫画とか出てくるやつやんけ。ズボンの上からカルバンクラインとか見せてきゃいいんじゃない。ブランド品、あ、そうなの。私もパパのパンツ買ってあげなきゃ。ライターアスカさんのカルバンクラインか。ああやってた、あの写真集だっけ、やってたね。いいね、私もカルバンクラインで撮りたいわ。話に困ったらパンツの話でもできない。いや別にいいよ、その代わりその今見せてくださいとかだったらぶん殴るけど。クマさんもかお父さんもかみたいな方や。写真集、いや出さないよ、出さないけど出すときはいいなと思って。カルバンクラインの、しかもなんかカルバンクラインのあれがいいな、私が持ってるさファンの人にもらったさ、あのなんか短いさ、なんか寝るときとかに履くとめっちゃいいやつ、そうに、あの上はそのカルバンクラインのなんていうの、ブラジャーっていうの言い方よくないね、下着というか、あれがいいね。なんかそのなんかそれよくない、スポブラっていうの、スポブラっていうか、なんかもうちょいこうブラっぽいというか下着っぽい感じ、写真集だったらね。見せてくださいじゃなくて見て、やだよ、ファンの人のパンツ何が良くて見らないかん。どっちもできんやからな。まあでもいいな、写真集出したいっていうより写真集みたいな写真が撮りたいかも。いや確かに出せたらすごいけど、でも出しても収益があるとは思えないから、
写真集みたいな写真を撮りたい。だからまあ要するにグダビアしたいってことだね。なんかそういう写真撮りたい。攻めた写真集あれしよっかな、あの羽飛びのテブラーシカみたいな。テブラーシカ、一冊1万なの。あ、本当、羽飛びの。お題クリア、どこまでお題クリアできるかね。なるちゃん MSS 選手、いや見たいけど流したらバンされるかな。結局何の曲やってんだろう AKB。 ヘビロテと予想。I want you。 じゃあ Maybe？ Maybe かフライングゲットかヘビロテだったっけ。なんだっけ、 Maybe かフライングゲットかなんだっけ。私 Maybe のこと言ってた今、ヘビロテじゃなくて。でもそれもヘビロテだっけ、あと1曲も。 AKB の曲調、いやダメなのよ実は。音源とかあんま流しちゃダメなの。でもなんだかんだでフライングゲットとかね、そんな気はするけど、私はメイビーがいいなって思う。空には雲は一つもない。なんか落ちた今、落ちかけてる。あ、一人一票とかじゃないんだ。ビギナーが一番大変だったよあれ。なんか難しいし。このさ、ここしかできなかったからさ。あ、そうね、ビギナーの PV なんかすごいピシャーってなってたもんね。フライングゲット、あ、フライングゲットなんだ。ゆきりんさんのフライングゲットめちゃくちゃ順位高くなかったっけ。ギラギラ容赦ない太陽が強で照りつけるオンザビーチ。うぬぼれ温度は急上昇、落ち着かない真夏の空で二人。寝かえばなぜか揺らすのリップをまたすぐに決めて。もしかしてもしかしてフライングゲット、僕は今すぐ気持ちを忘れて入れようか。マイさん見に行ってんの、そんなことある。テレビとシングルしてる、すごい私。でも分からんかった。あとでなるちゃんの、なるちゃん頑張って。ダダ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 。クラスメイトとみんなではしゃいでた。なるちゃん柏木さんからマイク向けられてた。1位からってことはなんだ、ない3位ぐらいの4位ぐらいのポジションやってたってこと。さすがうちのクラマを並べどこにいたのかいな。
ょっと音消しながらちょっと聞こう。ちょっと一瞬ミュートするよ。めっちゃちっちゃい音でつけてみた。僕隊の衣装着てるよ。すごい、そんなカット割りとか自分でできるんだ。さすがゆきりんさん。ね、今音聞こえるでしょ。でもテレビの音聞こえないよね、全然。クラウンドなるみの勇姿を私は見るよ。あ、違う、これはそう。あ、かわいい髪型してる。日差しがある色の、かわいいアリちゃん。いつものクラスメイトと、あれだよね、ゆい月の新芽マジで綺麗だよね。私めっちゃ好き。今しかないタイミング、あ、かわいい。あ、ウィンクした。あ、かわいい。あ、ゆいゆい、かわいい。なんだこんや、すげえ。ゆきりんさんの髪飾りでかっ。リボンでかっ。純情主義のセンターぐらいでかい。あ、かわいい、ウィンクした。あ、しかも今回あれだ、感想がちょっと長いバージョンだ。水嶋ちゃんもめっちゃ可愛いよね。あー、可愛い。秋山ちゃんだっけ、一番左の子、今出てたの。可愛い。なんかマジ17期18期、鬼可愛いよね。18期はそこまでまだめっちゃ知ってるわけじゃないけど、あ、そっか、リボンあれか、そのためか、でかいの。可愛い。てか100回ってすごいな、M ステ100回って。うわ、かわいい。ヤギちゃん、え、めっちゃかわいいよね。わかるわかるわかる。あ、喋ってないとテレビの時これやばいやばいやばい。え、かわいい、マジで。ほんとにかわいいんだよな。なんであんなかわいいんだろうな。すごいな。切ろう。ちょ、コナンに切り替えよう。ようだこのピストン。やば、
マジで可愛すぎる本当に。あんな可愛いことある？あんな可愛いことある？なんマジで可愛いんだけど意味が分かんない。可愛すぎて。あ、その子姉ちゃんがどっか行った。終わったら帰られる。いやだってね、一応姉ちゃん今日も角が尖ってんね。てかネイル変えるんだよ私この後。やばくない？ネイル変えて準備してとかしてたらマジで。あっあっ来るんじゃない？京極さん来るんじゃない？今から。遅くなりました。まことさん、もう探したんだから。ムキムキだ、ムキムキ。かわいい。ねえ、その子ってあれだよね、まことさんの前ならちょっと女の子って感じになるよね。かっこいい、かっこいいし、かっこいいじゃないよ、あれだ、その子はかっこよくないわ。その子かわいいよね。てかえ、この映画の中に出てくるさ、途中で出てくるんだけど、あね、その子前髪下ろすシーンが出てくるんですよ。鬼かわいいからちょっと見て、マジで。本当にね、その子のね、マジ前髪も外したとこ超かわいいから、本当に。いや別に普通もかわいいんだけどさ、生え際が見えてるじゃん。超かわいいから。その子の財力最悪。いや、京極さんが照れてるよ。可愛いかってそんなんずるくね。いやマジで京極さんレベルに強くなりたい。いやそれはすごいよ。ラネちゃん角下ろすことあんまないね、確かに。みんなもあれぐらいムキムキになってでもさ、京極さんってさ、あれだよね、ムキムキだけどさ、パッと見もムキムキなの分かるけどもさ、このさ、ゴリゴリマッチョほどでもないよね。インナーマッスルなのかな。でも私そのぐらい、なんか細マッチョがいい。私ね、マッチョ怖いんだよ。マッチョって黒いじゃん、なんていうの、黒光りしてるイメージ、勝手にそんなイメージがあるのよ。分かる？マッチョってこう黒、全部それサンオール塗ってるからなんだろうけど、なんだけど、でもそのなんていうのねえだからそう、ボディービルダーとかまで行くと多分テカテカになっちゃうから、それはちょっとあんま得意ではないんだよね。うわ、鈴の戸締まりもう一回見たいな。ソータさん、サンオイル背中に塗ってと、水着の上外しながら寝そべった。白いムキムキ屋です。真っ白なムキムキもなんかそれはそれでなんかどうやって鍛えたの、常に家の中のマシンで鍛えたんかなってなるけど。ひなちゃんは細マッチョとゴリマッチョなら細マッチョ、そうだね、
軽量級の格闘家ぐらい。でも別に私マッチョじゃなくていいんだよね。なんか腰の上に乗ったプニッとしたお肉とかも割とダメではないかも。なんかこうさ海とかのさ映像が流れるときにこうプニッてしてる人、あれをさこうプニプニしたいよね。前もこれ言ったよね配信で。ありがとうありがとう。それに甘んじるね。大いっぱいのいっぱいはダメ。このなんかちょっとプニプニするぐらいがいいんだよ。だからみんなもそうでしょ。みんなもどうせちょっとプニプニてかマシュマロボディって呼ばれる女がどうせ好きなんでしょ。みんなだってみんなだってどうせマシュマロボディの女が好きなんでしょ。胸はちゃんとあるけどお腹はカリカリではなくちょいプニぐらいが好きなんでしょ。体毛 NG なんですよ。脇毛とかちょっとね苦手だよね。あんま得意ではないよね。まあ、得意な人っていないと思うけど。割れてますか。いや私割れてない全然。くっ私もうロリ顔、低身長ロリ顔、あ、じゃ低身長タヌキ顔ロリ巨乳が好きなで黒髪ショートボブが好きな男の人とは本当に分かり合えない。一生分かり合えない。低身長タヌキ顔黒髪ショートロリ顔巨乳が好きな男の人とは本当に分かり合えない。私とはまあ正反対。あ、くしゃみ出そうし別にそんな人がいるわけではない。でなんかねその女の子自体が好き、その女の子が嫌いなんじゃなくてそういう女の子は私も好きなの。逆に羨ましいの。だからなんていうの、その子が好きな男の人って絶対私のこと好きじゃないだろうなってわかるから、だからあの分かり合えないだけで別にその女の子は嫌いなわけじゃない。その女の子はむしろ私も好きなのよ。いやそうなの、そういう子可愛いんだよ。私も好きなんだって。だからその女の子、そういう女の子好きだからこそこう嫉妬というかライバル視というか、そうだからそれが好きな男の人とは分かり合えないだけ。って感じ。今 HKT ね。どうなんだろう。誰だろうね。確かにそう言われてみると今 HKT。黒髪ボブがまずいないもんね。クルタンぐらいじゃない。でもクルタンも茶色だしね今は。彼がすれ違った子見てたら怒る。私怒るよ多分。お前ま、谷間見てたろ。今横通った女の子の谷間見てたろ。ボブの時のナルさん、いやボブの時のナルさん鬼可愛いけど今の茶色の今ぐらい長さ好きかも。条件反射、いや許さない許さないか。もしくは私も見る。ダイレクトにする、まあ、確かにダイレクトにそれの子はあんまいないよね。私も見ちゃうかも。こうやって、いや私も見てたらいい。ただ私が見てなかったらダメ。私も見てたんなら許すけど、私も見てなかったら許さない。なんで教えてくれなかったのっていう。
ちゃんって心の中に男の子いるの？いない。あ、いるのかな、どうなの。え、でもなんか私は羨ましいなって思って見ちゃう。あ、いいなってこう、ってなる。そうね、男の子っていうよりおじさんがいるかも、私の中には。ネイル変えたい。ちょっと今からネイル変えようかな。どう思う？女の子が恥じ合ってるの見るの好きでしょ。程度による。なんて言うんだろうね、なんかねえ、でも恥じらってる顔可愛いなと思うけど、でも別にだからといっていじめたいとは思わない。私はどうせみんなリナが嫌がってるとこ見るの好きなんでしょ。イナちゃん恥ずかしくてそんなことだけな。口がさ、うん？なってるこの。って普段からなってる子っていいよね。私もこの口になりたかった。こんな口。友達コレクションとかに出てくるやつ。嫌なことがありました。いや、そんなこんな綺麗になってるわけじゃないよ。ともちんさんぐらいだったらめっちゃ可愛くない？めちゃくちゃ可愛くない？めっちゃいい絵文字あるやん。ふーんってしてる。んって。好きです、付き合ってください、ごめんなさい。もう放っておいてください。日朝最悪。好きな人ができました、告白しようと思います。お腹が空きました。いいね、友達コレクションやりたいな。メンバー全員、メンバー全員作るのちょっとめんどくさいな。5期生作ってめちゃくちゃいじめよう。カビたパンとかめっちゃ食べさせよう。ゆなさんって臭いセリフを言う男性は苦手だったりしますか？なんかそのドラマに出てくる海の叫ぶとか無理。好きだーとかやつ。ドラマとかに出てくるあの海の誰もいない夕日に向かってこう海と叫ぶ、あれちょっと無理かも。うん、あれは結構無理かも。ありがとうありがとう。山とかで叫ばれるのも嫌かも。愛してる、ありがとう。めっちゃぎこちなくない？ありがとう。え、恥ずかしいじゃん。なんか恥ずかしくない、そういうの。
バンジージャンプだけど嫌かも。あのなんていうの、第三者として見る、外から見る場合なの。なんかファンの人がさ私にやってくれるじゃん、その生誕の時とか。ああいうのは別にいいんだけど、ああいうのは嬉しいんだけど、おもろいで面白くていいんだけど、ね、その当事者として、なん当事者っていうか、こうなんていう、横並びでそれを実際目の前で見せられるのちょっと無理かも。フラッシュモブもやだよ。だってあれでしょ、なんかその相手がさ、ちょっといかつめの人とぶつかってさ、おいてめ何してんだよ、やめてくださいって。そう、ちょっとそういうの恥ずかしいかも。いらんことすんなってな、恥ずかしい恥ずかしい。え、だって逆にみんながフラッシュモブでさ、なんかそういうのされたらどうよ、嫌じゃない、なんか恥ずかしくない、恥ずかしくないんだとしたらみんなマジ心優しすぎ、なんかちょっと嫌じゃない、恥ずかしいじゃん。って思っちゃうよ、りなちゃんは。逃げる、え、そうだよ、恥ずかしいでしょ、なんか。ちょっと自分によって、そう、え、そうでしょ、なんかねえ、そんな気するじゃん。でもなんかそう考えたら、なんかみんなの前で告白とか嫌かもね。みんなの前でプロポーズとか私無理かも。ディズニーとかさ、なんかそういうの無理かも。それならなんか夜景が見える綺麗なところで二人っきりとかがいいかも。で別になんか膝とかつかなくていい。なんか膝とか疲れるの嫌かも。私基本常に引っ張ってってもらいたいタイプなので、うん、本当マジ断りづらい状況を作り出してほしくないかもね。でも確かに夜景が見えるとこで二人っきりで告白されて、ちょっとこいつとは結婚したくないなって思って断るのも気まずいな。頭ポンポンはどうですか。あー、外では無理かも。外では無理かも。じゃない？なんかこうお家とかでこう寝る前にお休みとかはなんかまだ可愛いかなとか思うけど、でもこれ全部想像なんだよね。でもなんかこう外でなんか人がいる時になんかこう頭撫でられたりするのちょっと嫌かも。みんなの前で告白されて断らずに OK したけど、場所変えて後々振られる人いるらしいですね。らしいね。彼女の髪ドライヤーしたい夢があるんですか、いかがですか。ドライヤーの上手な仕方を覚えておいてくれるなら私はいいかなって思う。私の髪って自分でやっても絡まるぐらい結構細めの髪なんですよ。私絡まりやすいの。だから自分でやって絡まるってことは人にされたらもう大変なことになっちゃうじゃん。上手に髪の毛乾かしてくれるなら嬉しいなと思いますね。うちの時はディズニーで彼女に振られて車で一緒に帰った。地獄すぎる。何その地獄、めちゃくちゃ嫌だね。超地獄だね。ディズニー楽しかったね。そうだね。なんか乗り物とか結構意外と乗れたよね。そうだね。なんか意外とね、待ち時間とかもね。なんかまたまあなんか行けたらいいよね。そうだね。まあいつか、うん、いつか一緒に、うん、行けたらいいね。シーン。そっか。気まずい。今自分で演じて気まずいもん。気まず。そんな社内で一番言われたくない言葉ランキング第1位、私想像思いつきました。
それでも俺は好きだから、もう絶対言われたくない、そんな社内で一番言われたくない。いやいやいや、お前今そこで言うのはクソ気まずいわってなる。これ OK だと思ってる皆さんアウトだからね、これ言ったら。これ言っちゃダメだからね、一旦そこは引き下がらないとダメだよ、気まずいからね。うわ、誠さんがキッドと戦ってる。めげない、しょげない、泣いちゃダメ、いけいけがんこちゃん。え、それならまだ家に帰ってから LINE とかで、ね、なんかでもそれでも好きって、まだそっちのがいい。社内で言われるのは超気まずいね。明日7期最終だね、オーディションって緊張するの？なんか7期生受けてる人みたいな質問だね。まあでも緊張しましたよ。女性側から告白なし、え、いいんじゃない、別に私はダメだな、ダメじゃないと思う。で、私追いかけたいタイプだから、多分私そっちタイプなんじゃない。自然消滅した彼女と運転免許試験場でばったり。自然消滅って何？タカさん、おみくじありがとうございます。自然消滅ってさ、やっぱ本当にガッツちゃんとあるもんなんだ、そんながっつり。お昔食事行くときにバラ一本持ってったら恥ずかしくないですかって。あれなんじゃない、お家とかだったら恥ずかしくなかったんじゃない、なんか見え張りたい系彼女だったら一本だとちょっと恥ずかしいって思うかもね。追われると引いちゃうタイプ、あ、だから要するにカエル化ってやつ。引かないんじゃない？わかんないけど。だってそれで言うと私ファンの人のことみんな苦手になっちゃうよ。だってみんな、みんなチャーンって来るじゃん。うん。連絡取らなくなってたんだ。なんかね、そんなの言っちゃえばいいのにね。普通にもう、別れましょうとか。だってお互いもうそういう風に察してるなら逆に言いやすくない？ごめん、ちょっとコナンも見ながら話してるから、たまに目線がこういくから。人生初のデート、行き先は能古島アイランドパークでした。なお、その帰りに告って言われました。つらいね。そういうこと、フェブラリー。そういうこと取り返してください。学校違ったし、お互い忙しくなって会わなくなった。あ、言っちゃえばいいのね。別れを切り出されて理由を聞いても教えてくれなくて、しばらくしたら違う男との結婚が決まってました。しんどいなあ。たた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 。でも理由言えないときなんて大体他の男が他の女だよ。バラ花束抱えて食事行って告ったら店内から拍手喝采やった。でもやっぱ花束って憧れるよね。私もなんかバラの花束とかもらいたいもん。赤いバラの花束。誰の CM だ。ゲームか。高校大学の後輩で学校でもよく話すんですけど、彼氏がいたんです。あー、知らなかったな、彼氏がいたの。バラは本数で意味がある。意味があるっていうね。来るときってどういう場所がいいの。え、どうなんだろうね、わかんないな。大人になってそんななんかシチュエーションに巡り合えたことがないから。中学生とかやったら、まあ中学生とかでも、でも LINE なんじゃない今の時代。大人ってどうなんだろうね。なんか最近なんか恋が実った人とかいないの？いない二人きりでコーヒー、あ、私ダメ、コーヒーカップ、うえってなっちゃう。すぐ酔うから、うえってなっちゃう。それでもいいならいいけど。
んかあんまいなそうだな最近恋が実った人。サプライズ、あのね、例えばお付き合いしてる段階とかのサプライズは割とりないいんじゃないかなって思うけど、そのお付き合いしてない段階でのサプライズは割ときちいよね。しかも例えばさ、それがさ、こうちょっとお互い好意を寄せ合ってる相手だったらめっちゃいいんじゃないとか思うけど、一方的に片方が好きでもう片方が自分のこと好きかどうかわからないみたいな、なんかそういう段階ではやめた方がいいと思う。あれなんじゃない、だから本当にもうなんていうの、なんかさ、両思いって分かってるけどみたいな状態が一番楽しいって言うじゃん。その状態の相手ならサプライズいいんじゃない。そうじゃないならなんか一か八かとかでかけない方がいいと思う。彼氏に許可取ってきますね、許可出ましたって感じで。ああ、そういうことか。それ許可出す彼氏も彼氏だよね。本当に好きなんかって感じじゃない。両思いかどうかって心配ならない。いや、なんていうの、明らかに向こうもちょっとは好意あるんじゃねみたいな状況ってないの。な、ごめん、 なかった、ごめん。でもなんかそういう状況ってなんか分かりやすいって言うじゃん。まあ私とみんなみたいに両思いっていう感じね。キュン、うん、よし頑張るぞ明日もよし明日も頑張るぞ。なんかそういう状態だったらいいんじゃない。でもバラとかもらってみたいな、本当に花束。頑張るのに、確かに確かに頑張るって両思いじゃないな。 HKT チュアイトおじさん4周年とはありがとうございます。一輪のバラの花言葉はって言われてみたい。なに、一目惚れだっけ。でもそんな、うん、あ、まあでもそうか、一目惚れで出会ったカップルとかでいいかもね。一目惚れした瞬間にバラ持ってたらそれもそれで怖いしな。蘭姉ちゃんのビキニシーンが来ました。皆さん、蘭姉ちゃんがビキニ来てます。うわっ、うわっ、プールの中で手をつなぎました。おお、コナン君が怒ってます。あーって言ってる。バラの花束に指輪仕込んでた。おえ、粋なことするね。でもいいんじゃない、それ素敵じゃん。でもね、何にされたら嬉しいんだろうね。でも結局あれだ、好きな人にされたら何でも嬉しいんじゃない。うん、そうです、そういうもんです。まあちょっとフラッシュモブはちょっとさすがにそれ無理だけど、フラッシュモブだけはちょっとマジで無理だけど、心のねじさん、女の人に緑のお酒をぶっかけられてる。緑のお酒めちゃくちゃ緑やん。蘭姉ちゃん、イグちゃんと同じ。そうなの、やばすぎ。めちゃくちゃ緑だ。青汁、青汁なのあれまさかの青汁。わ、今のは痛いぞ。うわー、痛そう。そんな切らないであげて。
わもう伸びちゃってんじゃんみたいな。ラーメンちゃん今よ角ドリル。羽田着いたお疲れ。さっき成田着いた人もいたよ。皆さんは好きな人が化粧品のプレゼントしたいからと言えばこれぐらい細かく聞かれない方がいいですか。好きな人から化粧品いらない化粧品とか香水は自分の好きなの使いたいからいらないかも。一緒に買いに行ってくれるとかがいい。色わかんないから一緒に買いに行かないって。好きな人だったらね。別に好きじゃない人からだったらなんていうの、そのなんていうんだろうね、好きな人じゃないって言ったらなんか失礼だけど、別にそんな大して恋もないような相手から突然もらわれてもって化粧品って言われたらちょっと困るかな。レックなんたらで流し、なんだレックウォーマー。デートの口実になるんじゃない。まあただ少なからず相手に恋がちょっとでもあったらの話だけど、ね、レックーザ、あレックーザね、レックーザって星になるの、あウザーだからか。すごいボボボボボボボみたいな人がいる今後ろに、ポスターの中に。ボボボ知らないよ、キャラクターしか知らないよ、そのキャラクターの絵しか知らない。いたでしょ今。わ今おっちゃんのすね毛がすごかった。おっちゃんなのかな、あのすね毛は。わおっちゃんだ。スネ毛がボーボーボー、うわ繋がった。ねのお父さんパパはねジャンプ派だったね。ポテチの、ポテチ食べたい。マジでダイエットしなかったら絶対食べてる今日。ちょっとスネツルツルすぎやろ。モリ心、モリ心何歳なのそもそも。38なんだ心のおっちゃん。最近 TikTok にめっちゃあのカイジ、カイジなのかな、半鳥物語みたいなの流れてくるんだけど、あれカイジじゃないかな、あれめっちゃ好きなんだけど。38には老けた。え、そうそうそう、45ぐらいだと思う。 AKB のやつ見ましたよ。カイジの敵なんだ。あれ面白い、好き。班長の、班長の話。この前歌った Believe の最初ってなんだっけ。君が君
あれさ、ピアノ伴奏聞いてたら最初さ、コスモスみたいじゃない？夏の草花に金河は高く歌う、あれの頭に似てない？だからいつも歌い間違えそうなの。例えばの方が出てこないの？夏のの方が出てくるの？くじけそうになった時は必ず僕がそばにいて支えてあげるよ、その方を世界中の希望を乗せてこの地球は回って、これのさ、マジあると難しすぎてさ全然歌えなかった。帰ってきっと、今未来の扉を開けるとき悲しみ君がいつの日か喜びに変わるだろう。 I think you can 信じてる、今未来の扉を開けるとき歌合唱大好きさんだった。合唱大好きさんだった。よいしょ、ちょっと待ってね。あ、ちょっと、ごめんなさい、お尻から登場しちゃいました。ずつもう削っていくよ。胸に手を当てて風を感じる、君のぬくもりは、今回ね、ネイルどうしようかと思って、どういう系にしようか迷ってんだよね。シンプルめなのかちょっとポップめなのか、可愛いけど、なんでポップだけどシンプル、シンプルポップ、なんていうの、なんかちょっと迷ってる、どういう系にしようか、なんとなくこれにしようかなっていうのがある。中に坂向けを盛大にガスってやっちゃって、圧が強いんでなくて、今
爪を削っております。爪を削って、今回爪の形を整える作業もしないといけない、時間かかりそう。コメントで何してるんですかって来たら言っといて、みんなネイルしてます。今は爪を削る工程をしています。やばい、逆向けから血が止まらない。血まみれ、あやばい、前髪切れた。まことさん、今回ネイルがめちゃくちゃシンプルだから超落としやすい。ただそのまま何も考えず削るだけ。ヒゲ剃り、ヒゲ剃りじゃないよ。みーちゃんアイドルだぞ。やばい、めっちゃ粉舞っちゃう。爪の粉が、この部屋黄砂よりすごいわ。
ボフってやったせいでもうズボン真っ白毛になっちゃった。やばいやばい、これはちょっと良くない。コロコロ向こうか、ちょっとこのまま移動しよう。やばすぎ。よいしょ、あとで掃除機というかクイックルワイパーかけなきゃ。ネイル変えるの？落とすだけだったらね、そんな1時間もかからないんだけど、いろいろまたここから塗って固めるのが時間かかるから、結局どのぐらいだろう、3時間とかじゃない？まあ簡単なデザインだと2時間とか。ではちょっとさっきより粗くないやつで削ってます。コナンの音が1ミリも聞こえなくなりました。E が落ちてきてる。うん、もうね仕方ない、さっきちょっと落ちかけたが諦めた。うわ、やばい、こっからのシーンあれだ。ちょっと切ないというか、その子ちゃんが拗ねちゃうとこじゃない。なんで私4周年配信でさこんな爪やってんだろうな。まあ全ては明日のみんなのためだからね。これもファンの皆さんのためのことですから。仕方ないよね。リューター使ってる。なんでリューターって、いつの間にか盛り上がりだ。本当に2枚になっちゃった。あ、すぐちゃん怒っちゃった。
泣いちゃったその子ちゃんが。確かにそうだよな、一方的に自分だけが好きみたいになってたら嫌だよねその子ちゃん。だってみんなりなちゃんもそうやって言ってるよ。でもさ、いつも京極さんのこと煉獄さんって言いそうになっちゃうんだよね。そうそう、鬼滅全然関係ないんだけど、なんか名前がただ似てるから勝手に言いそうになっちゃう。でも各アニメオタクから怒られそう。でも私鬼滅全く見たことないんだよな。やっぱそんないいんだ男から見ても。何がかっこいい、生き様がいいね。やっぱオッケー、左手いい感じ。ちょっと粉落としていきます。あ、ちょっと、ちなみに多分だけどもうちょっとで終わるよ配信を。ほら落ちた、ほら。ちょっとこの作家向けの血がすごいんだけど、ほらついてないでしょ何に。7分寝とく、頼んだ、寝といて、私も眠たいからさ。すっぴんのネイルにしてた、落としてた。24時まで爪削る、いや、なんかあまりにも爪削れがちょっと暇すぎてやめたよね。ってことで終わろうかな。ちょっと眠いのよ、急いで終わらせなきゃいけないし、あとそろそろコナン音出してみたいっていうそれも大きな理由ですね。来週サブマリン、え、マジ最高じゃん。足の爪は基本何もしてないかな、爪切るぐらい。
じゃあランキング見ましょうかね。急ですけど、13位タカさんありがとうございます。12位コリラモモンガヨッシーさんありがとうございます。11位アプロさんありがとうございます。10位マサミヤさんありがとうございます。9位アレンありがとうございます。8位シュン君ありがとうございます。7位エキゴージありがとうございます。6位 HKT チョイツおじさんありがとうございます。5位スミさんありがとうございます。4位エカさんありがとうございます。3位アリタキリキリマイさんありがとうございます。2位センタコちゃんありがとうございます。1位長次郎さんありがとうございます。ありがとう。私はこの後ネイルを終わらせて、それを後ろのやつを片付けて、寝ます。お風呂入ります。じゃあ皆様ありがとうございました。明日からも配信よろしくね。バイバーイ。